ね、仮にじゃあガロ君はどうしたいって聞いてくれる人に対して、うん、他の人の意見をさっき聞いてたらガロ君は多分多い方に聞くんですよ。多い方ですか、はい、何弁当食べたい、鶏弁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 やったとしたらガロ君はって聞かれたら、うん、鶏弁って言う、うん、言うでしょうね、言うと思います、はい、行きたい場所もそうです、鶏弁スペシャルっていう、いやまあその通りのガロ君は言えないと思います自分だけスペシャルはつけてないんですよ、まあまあまあ、そうですね、そうやけどせっかく聞いてくれてるガロ君の意見を聞きたいよって言うてくれてる人に対して本音で答えないっていうのは失礼じゃないかっていうの、いやだからそうですよ、いや今考えればそうなんですけど、その時は何て言うんですかね、自分の意見というか考えが正しいと思ってないんですよ、要は。え、周りはどう思うてると思ってるんです、じゃあその当時のガロ君は。みんな自分の意見が正しいと思わなくて不安な中言えてるって思ってるんです、周りの人たちは。うん、いや周りは別にその周りの人がどう思ってるかとか考えてないです。いやだからそこで一回自分と比べてみる相手を一人でも見つけたら それだけでも全然違うと思う。それはものすごいこうなんていうんですか、余裕があるんですよ。だから相手人と比べるっていうのは結構ちゃんと客観視しないといけないです、うん、自分のことを。それが一切できてないですよ。だから要は自分の気持ちだけでいっぱいいっぱいなんですよ。甘の弱が強すぎて。え、でもこんな時どうするって人にこう意見を自分と比べるために だから聞くことがないですよ。あ、聞くのはもう天の邪魔だけですよ。これどうしたらいいんですか、すごいな。そう考えるとマジで壮絶ですね、ガロ君。だから失敗するんですよ。だからそれがあるので、その高校時代も付き合うことがないんですよ。告白されても付き合うことないです。また天の邪魔来るんですよ、はいはいはい、断れて。そうね、いろんな場面で来るんですよ。別の人の意見っていう名の資料が全くないわけですよね。そう、あの、うん、ないというか入ってこないようにしてるんですよ。あ、もう自分でも、ね、自分でこうシャッターをしてる。いやもう天の弱はシャッターです。レベルも高い経験値がすごい、すごい。だからあんたのせいです、うん、そうそうそう。だからこうスタンドみたいにこう出てくるんです。止めろシャッター、まあ、ジョジョのね、ガソリンスタンドじゃないですよ、うん、ジョジョの奇妙な構成ですね。そういうことなんですよ。あ、ね、うん、だから結構、初めて付き合うのは二十歳になるまで人と付き合うこともないし、ね、でも言えるって自分で気持ちになったり好きとかもそうやし、うん、自分の意見を人に対して言うのも全然恥ずかしいっていう気持ちもない自分でも、うん、初めてお付き合いするのは18の本当終わり頃ですよ、うん、やき言える気って言うてお付き合いが成功するっていうわけでもないし、まあまあそれはあるんですけど、ただ一回でも言えた人間は次からも言えるでしょ、うん、そういうタイミングやろうね、言いと名古屋ですって、うん、でもし言われた時でもちゃんと答えれるじゃん。相手から言われたことに対しても、うんうんうん、ちゃんと答えれるでしょ、うん、だって自分が言ったことありますしね。そうそうそう、同じことを。そうだから相手の気持ちも分かるし、なるじゃないですか。それがないので、もう天の弱の言いなりなんで、うん、だからその天の弱をぶち破れる人が来るまでそういうことにならないんですよ。ぶち破れる人っていうのは例えばどういう行動を取るんですか。どういう行動を取ったらその時のガラ君の天の弱はいなくなる、うん、けど逆に全然自分と関係なかった、自分の生活の中で今まで関係ないが唐突に来て、まあ、全部自分で作り出してるモンスターですよね。本当にどうとでもできる、うん、彼に100億レベルがあっても、うん、一撃で消すことができる。そうよ、そう、まあ、自分で作り出してるんでね。そう、だから本当に言うと、そう自分の中で意識があったらその消せるんですけど、呪縛です、ただの。僕けどその、まあ、その時二十歳の時にパッと思ったんですよ。いやこのままやったらこれ一生誰とも付き合うことないなとか、ふっと思ったんですよ、ね、で思った時にもうこれもう本当に何を考えたわけでもないんですけど、唐突にじゃあ今まで違うことしようって思った時は、今までの考え方を全く変えてみよう、多分だから何も面白くなかったでしょ、そういう全部シャットアウトして、だから唐突にその天の弱が消える時だと思うんですよ、まあ、自分で消したんですけど、だから考え方を変えるんで、だから自分が今まで選んでたものとは違うものを選ぶようにしてみたりね、だから幕の内を選んでみたりとかっていうことになるんですよ。だから全然違うことやってみよう、野菜を食べてみようとか、飾りね、うん、飾りやけどね、飾りも食べれるとね、お得や、そうそうそう、ね、だからそういう時は来るんですよ。じゃあ納豆を食べてみようとか、あえて嫌いなものを、うんうんうんね、そうそうそう、ね、だってその時が来た時にその時のタイミングで来る人、会った人とかは全く自分が今までじゃあシャットアウトしてたことを選んでるので、それを選ばない、むしろシャットアウトしない、喋ってみるとなるわけじゃないですか。でその時になると全然全く違う世界になるんですよ、世界変わるんですよ。まあだからその二十歳を過ぎた時のその時を迎えるまでっていうのの、うんうん、ガロ君があまりにも壮絶すぎて、そう壮絶壮絶ですよ。だって自分で考えた時
自分が思ってる気持ちとは逆のことを相手にして、うん、それでああよかった、もうなんか恥ずかしい、あんな空気耐えれんっていう自分が後に残ってるんじゃないですよ。なんであんな行動を取ったんやろうっていう気持ちを抱えたまま生活してるでしょ。その時の夏休み遅刻ですよ。いやまあまあそうでしょうよ、うん、あれ遅刻でしたよ、あの夏休み。いやー過去に戻ってその時のガラゴンの話を聞いてあげたいですよ。ほんまですよ。だからタイムマシンが欲しいんです。タイムリープ、いやタイムリープじゃない、タイムスリップ。あ、スリップの方ですね、うん、そうそう。あーね、そうか。だからまあ本当に多いと思います、うん、ストッパーをかける天の邪気を保持している、うん、オールドの方々もうなんかもう見るたびにあこいつはレベルが高いなと、俺はもう見たら分かりますよ。今のを聞いて、だからガル君の今の話を聞いて、あ俺も俺もよかった、うん、俺だけじゃないんやって思いう場合はないですよ。とっとと後ろのその天の邪気を消してください。いやでも、やっぱけどね、経験が違うんだね、やっぱ。そう、だからこの経験値1万ぐらいのね、やつを二十歳で一応消したわけですよ、この男は。そうですね。ヤギ、レベル100ぐらいまで上がってしまうちゅう、自分も無理かもと思っちゃって、10分の1なんだから、これ。だからまあ、そう。そうはそうです。だからもう簡単に。いや、簡単ですよ。そう、だからその、簡単っていうのは、できる人が簡単に言う言葉なんですよ、こんなこと。やけど、簡単って人が言うってことは、何かしらポイントがあるきこそ簡単って言うんですよ。うん、そう、だから、誰でも、ね、人は違えど、性格は違えど、うん、できんことを簡単って、なかなか言えんでしょ？オリンピック選手がやってることを、じゃあ自分もやってって言われたら、あんなん簡単簡単って、絶対口がたけでも言えないでしょ、うん、やけど、身近な人に、誰でもできるよっていう意味合いで、いや、そって言うことぐらい簡単じゃんっていう、なんか本当気持ち次第。うん、あ、気持ち次第。本当それだけなんですよ。うん、言いたいのは、うん、そう一歩踏み出すか、いや簡単、こんなもんやったんやっていう一歩なのか、そうです、それをすっごい重たいポーズを吐いた状態で行こうとしようっていう自分、うん、全部制御かけてるの自分なんで、そうだから、その第一歩をどれだけ早く踏み出せるかなんですよ。要はどん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 、ね、レベル上がっていってしまうんですよ、天の邪気、ね、なので、ね、それを上がる前にいかに早く出すかなんですよ、その一歩目を。だから何か言われました、で自分の中でもう答えが出てるものであればもう何も考えずとりあえず行くべきなんですよ、うん、やるべきなんですよ、うん、それがもう考える前に動いてしまったら一回もうその一歩目出てるじゃないですか。そう、だからそこからも全然違うんですよね、前行けるスピードは。そうそうそう、そう、もしだから一歩進んでその自分が気に入らなかったらもうまだ元の行けることなんてできますし、そうなんです、だから進むことっていうのは別に怖いことじゃなくて、うん、ね、新たな自分の発見もできるかもしれんし、だから、ええことが多いと思います。いや、ええことしかないですよ。進むこと、うん。大丈夫ですよ。死にはしない。そう、そういうこと。そうなんですよ。そうなんですよ。命取られることなんてないんですよ。そうけど、それを進まなかったら、結構、ね、自殺してしまったりすることまで行ってしまう人もいるので、それをこじらせると。結構。そう。だから、私のガロ君が悩んだように、このままじゃ自分は一生じゃおって、いや、そうなんですよ。僕は、その時に気づいたんですよ。このままやったら、本当、もう人生終わったな、ね。もう生きてても仕方がないなっていうところも来るんですよ。何も面白くないし。特にやりたいこともないし、なってくるんで、その時に、じゃあ違うことしようって思えたのでよ、まだ良かったですけど、それ覚えてなかったら、もう未だにね、天の邪気が、もうやばいことになってるし、もう目に見えるぐらいまでなってるかもしれないですね。ねえ、もう無限化されてる。そうそう。ねえ。もうね、時止めようかもしれないですね。ねえ。そうそうそう。今の距離をつけて。っていうぐらいまで。いいようにまだですよ。ぐらいまでいってると思うんですね。そう。だから男性女性問わずその天の邪気をガロ君のような、まあその天の邪気っていう実体化をさせたのはこのガロ君ですけど、別の例えで自分たちがこう飼っている後ろにいるね、ストッパーをなんとか止めて、いやまあ、うん、自信がないって言うてしもうたらそこまでながでしょうけど、そうなんです。いや自信がないのは分かるんですけど、僕はもう常にないので、そうだから全くない、あえてのそのストッパーをかけるっていうのはもう完全にその自分に対する自信がない、うん、やけど自分は存在してるわけですよ、世の中に。そうですね。そう、自信がないも何も、この今自分のこの体の主人公は自分なわけで、別に誰に対して自信持つ必要もないですけど、持ってもいいじゃないですか、逆に。そうなんです。持っていいんですよ。ただ、けどそういう人って、まあ、真面目な人が多いんですよ、うん。だから成功法でしか勝負しないんですよ。だから自信がない。だから要は実力がないと自分で思ってて、だから普通にやったら、まあ、自分の実力ではここまでとか。って思って自信なくしてしまう人が多いんですけど、違うんですよ。世の中は、まあ、僕この年になって思うのは、いろんな裏技あるんですよ。要はだから実力なくてもその裏技を使えばいろんなことができたり、
するんですよ。だからそこに自信がない、もう自分に実力がないから自信がないんじゃなくて、違うやり方があるっていうのを分かってほしいんですね。これ今回話しませんよ、うん、でどういうことですか。そんなもったいないことしませんよね。どういうこと？これはだから掘りますよね。いやいや、まあ掘るって、まあまあそうです。そう、でもその裏技っていうのはガル君がこの40何年かけて、うん、その苦しい思いをして、うん、やっと自分の中で見つけれた裏技なんで、もうこのフィナーレ差し掛かってきてるこのタイミングで、え、いやいや、次回、次回それはもう、いや、違います。だから要はその裏技が一個じゃないんで、要は何ていうんですか、いろんな技がありますよっていうことで、何ていうんですかね、そのいろんな道があるってことを自分で自覚するだけでちょっと違うでしょ。その正攻法だけで勝負しようとしか思ってないです、真面目に、うん、それが違いますよと、もういろんなことができますよっていうことを思うだけで結構その浜の上に勝てるんですよ。いや、まあそうですよね。いや、だって自分のことを仮に知ってる100人の前と全然知らない100人の前とって、うん、やっぱ全然違いますよね、自分は。そうです。知ってる人の前だとやっぱこっぱずかしいっていう気持ちがあったり、うんうん、でもこの人たちが見てくれるように何でもできるっていう逆の、うん、逆の言うたら自分に対するプラスのパワーっていうのも感じれる人もいますし、うんうん、こっちの人、自分のこと何にも知らない、うんうん、じゃあ本来はすっごい真面目でネクラでっていう状態の方が、うん、はっちゃけててもこれがこの人なんやろうなっていう目で初見から見てくるわけですよ、うん、だから何をやっても正解なんですよ、この人たちの前では。だから要はそういう真面目で、自信がなくなってる人はもう全然知らない土地に行って暮らしてみるとか、うん、そうっていうのも一つの道ですよ。そう、だからそれを想像したらいいんです。だから自分でキャラを演じてみたらいいわけですよ。だからいろんな、うんうん、やってみて不評やったらやめる。でもその人には合わんけど別の人には合うかもしれないけど、何遍もやってみたらいいんですって。だからそこなんですよ。やってみることが大事なんです、うん、そう、誰に受けるかわからん。そうそうそう、その一番受けてほしい人にもしかしたら受けるかもしれんっていう、うん、その時が来るまで、うん、それが本来の自分やったらなおいいですけど、その出してるそのキャラがね。だから、自殺する人って、まあ、すごいいるじゃないですか、今の時代ね。けどその人ってもう一つの道しか見てないんですよね、自分の中で。だからそんな他のこと考えられないんですよ。だからその時に死ぬぐらいだったら別の世界に行きましょうってことなんですよね、要は、うん、だから仕事で追い詰められて死ぬってなった瞬間に、じゃあその仕事をやめましょうよね、そこまで考えれないって、まあ、多分言うでしょうけど、うん、いや本当は自分で分かってるはずなんですよ。そこに行く前、まあ、そこに行く前にそれを 言ってくれる人がいればいいんですけど、周りにね、もうちょっともう仕事やめて仕事に行ったらいい。別に家族がおってもですよ、家族がおってもそこで死ぬぐらいやったらその家族全部捨てて別の子に行って試してみるとか、もう死ぬって決めたらですよ、ね、死ぬ気になったら何でもできると僕は思ってるので。まあ僕もそうですよ、うん、僕もそうなんですけど、その死のうって思うで、その本気真剣に死のうって思うたことが一度もないんで、うん、その人たちの気持ちっていうのがもう 100% は分からないですけど、うん、でも結局終わりでかまって思ってるんでしょうね、うん、その時は。まあ多分終わった方が楽とか、そう、だから自分の中でどう転んでもそっちへ寄るようになってるんです、うん、そうそうそう、自分だけで考えるはね、うん、ああ、いやでもこれ仕事辞めて別のとこ行ったらもしかしたら、いやいやそんなわけない、うんうん、別のとこ行っても多分一緒の目に遭う、うん、だから今死ぬ方が絶対楽っていう、うん、もう どういう想像希望を持っても、うん、こっちへ寄せてってるんですよ、その時の思考は。そうです、だから自分だけで考えると絶対そうなってしまうので、うしかもあれ、ね、天の邪魔が来るんですよ、またその時すごいんですよ、天の邪魔、やばいですよ、レベル、うん、で、その天の邪魔に一人で勝つのその時無理じゃないですか。でも、うん、あって自殺される方の方は衝動的に来るでしょ、うん、そう、だから衝動的に天の邪魔が勝ってきたんです。だからその日常的に不安を抱えてて人が気づくっていうパターンはあっても、うん、普段元気で過ごしてるのに衝動的に、ああでもやっぱりあれが気になる、引っかかるってなっても衝動的にもうそればっかり考え出して、もうあー無理無理無理って止める間もなくっていう方もいらっしゃるじゃないですか。いるんですけど、いや、そういう方は絶対いるんですけど、まあ、そういう人たちは全員っていうのは無理なんですけど、ただこういう話を聞いてるだけでパッてそういう時に頭に浮かんできたりするんですよ、多分可能性的に、まあ、その全員じゃなくてもね、パッてそれが あんな話してたなって、その自分の脳は関連したことを思い出すんで、じゃあ自分が死のうと思った時に、あんな話あったなとか、じゃあもうどうせ死ぬぐらいだったら違う子行ってみようかとか、死ぬ前に世界旅行行ってみようかとか、旅行してみようかとかっていう考えがパッと浮かんでくるだけでも全然違うと思うんですよ。そう、だからその頭にどう切り替え、どう考えたらそう切り替わるのかっていうスイッチが
もうね、ちょっとどう説明したらいいかわからないんですけど、その死のう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 ばっかりを考えてる中で、仮にそのガロ君が言ってるように、その頭に、あ、そういや、うんうん、ガロ君が、うんうんうん、いや、土佐弁トーク、あの、わけのわからん YouTuber、たまに見たあの YouTube が、こんなこと言おった、うんうん。そんなこと、そんな単純なことじゃねえわって、ツッコミを頭の中で回想しながら思ってても、いや、まあ、死のうと思っちゅうがやってみる。そうそうそう。で、なる可能性にはなりますよ。ああ、そうです。ただ、そういうもんなんですよ。だから結構、死のうと思って死なない人多い。もう、おるじゃないですか。多分、いっぱいいますよ。うん、多分、そういう人って、多分、その今までの人生の中で、そういうのを聞いたり、なんか思ったりしたことが多分、頭よぎってるんだと思うんですよね。そう。うん、そう。ね、僕、そういう人たちに言いたいのは、うん、死ぬのはいつでも死ねるんです。そう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 。しかも自殺なんて。うんうん。特に。そうです。うん、だから一日伸ばしてくださいって言いたいです。そうです。明日にしてみてって、うんうん、でその次も明日っていうふうに考えれるんやったら、うん、まだ全然生きれる、うん、やけどその今日死ぬやったら明日好きなことやって死のう、うんね、その次の日はやれてないことをやって死のうって、うんうんうん、だからもしやりたいことが増えていくのであれば、うん、希望しかないんですって、うん、とやけど一日伸ばしてください、うん、今日は頑張ってください、うん、あ、いいですね、っていうことです。それを毎日繰り返すだけですよ、うんうん、そのうち道が開けますよ多分ね。きっといい方向に、うん、自分の好きなこととかやりたいこととか面白いなって思うものとか、うん、そうですね、美味しいなって思える食べ物とかが急にテレビで放送されて食べてみようとか、うんうん、そんなもんで本当に変わるんですよ、うん、その告白と一緒でちょっとの一歩なんですよ本当に。だから一回の告白したら次から行けるように、だから一日ね生きてみたら、ちゃんと意識して生きてみたら結構次の日も同じことができたりするんですよ。そう、一日ってね、その本当苦しいって思いながら生きてるのと考えながら生きてるのとじゃ多分また世界見え方違うと思いますし。そうなんですね、うん、そうやきね、死ぬのは本当にいつでもできます、うん、なら別に焦る必要ない、明日でもいいじゃんっていうのが、まあまあそうです、本当自分の考えで。そうですよ。だからあの天の着がザ・ワールドで時を止める前にですよ、はい、そこ止める前、それが言いたかったんです。本当、はい、ガロ君が言いたかったのは、そうですよ、いいような話、うん、いやいや、そう、冗談を使いますよね。ダープラで何も止まらない。そうです、そこまで強くしたら大丈夫です。いいより、そう、もっと止める、うん、そう、何でもできるんですよ。あ、ね、まあ、いろんな話してきましたが、うん、とりあえず、その誰でもそういう、なんて言いますかね、マイナスなことを考えさせる自分の中のもう一人とか、うんうん、ガロ君のように1万レベルの天の弱を自分で育て上げてしまう、うん、自分のね、栄養を本当後ろの天の弱が全部吸うてしまい、それも一つの言い訳ですけどね。本当に言い訳ですんですって天の弱本当にでもそれをまあ言い訳にしてでも、うん、その先に気づけるいくつになってでもいい、うん、やけどそのいくつになってでもっていうガロ君がこの40数年間生きてきた中で今気づくよりは早い方が絶対いいよっていうのは、うん、この話を聞いてる同じ方でも辛いのは分かったと思うので、僕はもう聞いてて本当しんどかったですマジで。いや、そのしんどいっていうのはガロ君の気持ちになると本当にあーその後悔の連続は、いや、たまらんろうなっていうのが。未だに何回も言いますか、ね、いや、もうでもそれは後悔する必要はない。いやいや、するんですって。それはだからもう多分一生するんですよ。いや、だから今その人と会ってみて。いやいや、今がどうのこうのじゃなくて、その時にしなかったっていうことが後悔なんですよ。いや、何か道が開けるかもしれないじゃないですか。あの時、いや、何今日の給食聞こうと思っただけやけどって言われたら、別にあの告白されるって勘違いしてただけで終わるじゃないですか。じゃあ、あれは、まあ、あの状況で、あの空気は違うかなと。あの空気というか、ね、あのそんなことを、あの教室、こう、みんな。いや、それ、ね、分からんじゃないですか。いや、もうそれは分かりますよ。その人らに後から聞きましたしね。あ、なんで、あんなことするかっていう、責められたことも、まあね、その後ありますし、ね、地獄ですよ、それは。まあまあ、あるんですけど、まあ、けど、それは、まあ、後悔するんですけど、ただ、それを、うん、僕は、皆さんにはしてほしくないと。ね、まあ、するのも一興ですよ、うん、まあするのもいいんですけど、それをね、ずっと続けてしまうと、そう、本当に時間の無駄ですよ、うんうん、それこそそれはもう軽減にもなってないですよっていう話です。あ、そう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 、そうなんです。ガロ君を見たらわかるでしょっていう話ですよ。後悔してるんですよ、未だに。未だに後悔。そう、だからそれを、そんなしんどい思いを
持ち続けるのであれば、選選択を一回して、ね、そうそうそう、違うね、やり方、そうやってみる、いろいろやっていいんですよ。そうなんです。法に触れない限りは、いろいろやってみる。やった方がいいですよ、絶対に。だからとりあえず沖縄行きましょう。はい。世界観は変わるでしょうね。日本であって日本ではないですよ。本当に。まあこの話ずっとしてるとガロ君が本当もうまたあの爆発してるんで。ね、今、フィーバーする前に終わりますわ。ロケットスタート。バイバイ。